おはて始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はですね、はい、トイック運営委員会に苦情の電話かけてみたいと思いますね。かけてみたいと思いますね、というか、まあまあまあ、何があったかはね、トイックの動画で話しておりますが、こんな感じです。はい。すごい喧嘩したね、試験官の人とですね、A 面と B 面っていうのがあるんですけど、回答用紙ね。で、その回答用紙 A 面には、まあ自分の名前と、あと個人情報ですよね。そこを書くやつね。あの生年月日とか書くやつで。で、裏が B 面と言われるやつで、こっちにまあマークしていくんですね、答えを。で、そこにも名前と受験番号を書かなきゃいけないんですよ。で、これ試験前にやるんだけど、試験開始まで書かないでくださいって言って、まだ書かないでくださいって言って、言ったの。そんなんないですよ。そんなルールないからね。だから俺が言ったの、そんなルールないから。この右上のここは書かなきゃダメだからって言ったら、ダメです、書いちゃダメですって言って、いやいやいや、そんなわけないからって言って、ダメなんですって言ったから、いやいや、俺もこうね、10年以上トイック受けてて、そんなことないから、もうだからあんた分かんないんだったら上を呼べって言ったんです。で、上を呼べって言ったら、私が一番偉いんですとかって嘘ついてきて、いやいやいや、部屋の中でこういろいろと指示出す人が偉いわけないから、もっと上の管理する人がいるんですよ。でも私が偉いとかって言い出してね。で、まあその後さ、いろいろ放送流れる中で B 面にしてくださいっていう、そうだから試験開始前にやるんですよ、あれって。でも試験開始まではやらないでくださいって言ってたからね。はい、もうめちゃくちゃです。ということで、だから試験開始前にやらなかった人はどうなってるんだろう。まあ多分だから名前書いてない人いますよ、どうせ。でもこの集めた時に、回収した時にチェックしてなかったから、あ、どうせ名無しが、はい、出てるはずです、この教室で。ああ、やっちゃったなっていう感じだと思います。まあ、だから誰かが書かなきゃいけないので、ね、代わりに名前と受験番号っていうのが、まあ、起こってるでしょうね。そう、だから集めるときって、A 面なんで、そう、裏返してください。こう、試験終わったら裏返して、その A 面を表にしてくださいって言われるから、集めるとき A 面なんで、B 面見えないので。で、だから B 面のところチェックしてなかったから、だから名前書いてない人、受験番号書いてない人が出てる状況だと思いますね。では、ね、どうすんだろうね。本当に試験開始のときに名前と受験番号書いてた人。時間もったいないじゃん。まあ、ほんのちょっとっていうのがしてもさ、ね。はい、ということで、不平等な試験でございました。ああいうね、本当ね、全然知らないのに分かったふりしてる試験官ね、多いから、ほんと気をつけてください。ほんと試験官によって違うからね、運営方法。はい、これはなんとかしないといけませんよ。いつも言ってますけど、運営委員会が見てるのも知ってますから、この動画を。こんなことがありました。こんなのさ、怒るんだなと思ったよ、本当に。もう本当やめてほしい。ということで、運営の番号ですね。はい。ツイッターで書いたら、はい。連絡いただいたというか、リプでここにかければいいって教えてくれた方がいらっしゃいますので、はい。そちらではかけてみたいと思います。IRBC 試験運営センターっていうのがあるんですね。基本土日祝日はやっていないけども、試験の日は繋がるということなんで、はい。ちょっとかけてみたいと思いますね。あ、ですね、ちょっと今日の試験で聞きたいことがあるんですけど、試験受けた時にですね、試験官の方が、試験開始まで B 面の名前と受験番号は書かないでくださいって言ってたんですけど、これってそんなルールあります？違います。問題用紙じゃないです。問題用紙じゃなくて、回答用紙最初から置いてあるじゃないですか。もしもし、聞こえてますか？そうです。はい、聞こえますか？はい。で、ありますよね、回答用紙が。で、A 面と B 面あって、名前と受験番号を書くじゃないですか。で、それで B 面に名前を書かないでください。試験開始まで何も書かないでくださいって言われたんですけど。可能ですよね。はい。で、文句を言ったんですよ。そんなわけないから、書かしてくれって言ったらできないって言って、で、いや、そんなわけないから、だったら上の人を呼んでくれって言ったら、私が上ですって言ったんですよね、その人。かしこまりました。試験会場はどちらですか？はい。ですね。ここにある。ここですね。はい。かしこまりました。私が上ですと伝えた試験官は教室にいた試験官。そうです。教室ですね。それ2階が1つしかないので、2階のやつですね。はい。はい。指導を徹底してまいります。また誤ったご案内をしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。はい、該当の試験官には厳重に注意を行いたいと思います。厳重注意、なんか言われないんですか、こっちには。申し訳ございません。
ません。こちらで行った対応についてはフィードバックなどを行っておりませんで、こちらでしっかりと対応して。あ、じゃあそちらで伝えるだけってことですね。こっち側には何も来ないってことですね。あの、その人から謝罪が来るとかはないってことですね。ああ、大丈夫です。別になければ全然それで構わないので、はい、いわゆるだって試験開始で時間が変わっちゃうわけじゃないですか。それ。B 面の名前の記入でということで。そうですね。だって開始するまで書いちゃいけないんですから。他の会場では書かれているのに書かれないってことですよね。なんで、はい。なんで、その。申し訳ございません。はい。じゃあ間違ってなかったってことですね。はい。はい、わかりました。はい。はい。はい。ということでした。なんで、あ、だから、謝罪とかは別に求めないですけどね。そういうのはやってませんということですね。ということでございました。だから、まあ、間違ってなかったということです。で、こういうふうにね、やっぱ試験官のね、やつによって全然変わってしまうっていうのがね、本当に困ったもんですよね。はい。ということでございまして、ないと。そんなルールはありません。ということでした、はい、なんで、まあ、試験前に書くのが当然ですね、はい、なのに試験開始までしかも自分が上のものだみたいにね言い出した嘘も言ってましたからね、はい、これは、まあ、厳重注意ということだそうです。だから誰かがこう誤りのねメッセージとか電話が来るとかっていうのはやっておりませんということで、はい、ちゃんと言っておきますということでした。まあ別にそれで構わないと思うので、あの、もちろんね、動画的にはね、そう、謝罪が来て、ね、謝罪をこう聞いてる方がね、動画にはなるんですけどね。まあ、なんか、どうなんだろう。別に行ってもいいわけですよ、会場にね。今からは普通に戻ったってさ、全然時間あるからさ。ただまあ、午後の試験監督やってる可能性もね、全然あるからさ、そしたらできないだろうけど、わかりません。まあ、ムカつくけど、ムカついてふざけんな、お前つってこうやって謝れとかってやることもできるでしょうけど、まあ、別にそこまでやる気は特にないです。ということでございました。はい。本当に腹立たしかったということです。はい、ご視聴ありがとうございました。テキポコッチン。